同系がきょう家宅捜索したのは、旭川市の指定暴力団6代目山口組系極道会の幹部ら3人は旭川市内の小学校のおよそ150メートルの場所に暴力団事務所を設置したとされ北海道暴力団排除条例に違反した疑いできのう逮捕されています警察は組織的な関与について捜査しています